お久しぶりくま、味噌汁の家に住まうくままだお。今日はなんと3月30日16時ちょっと過ぎたお。今日から半減キャンペーンが始まったんだお。そうだねくまま、今日から半減キャンペーンが始まったね。味噌汁くままから君に命令がある。何くまま、怖いこと言わないでよ。君は最近動画配信やってるけど、ちょっと危機感が足りないんじゃないのか。危機感？そうだよ、もっとなんか危機感を持ってやった方がいいよ。どうすればいいのくまま。今日から始まる半減キャンペーン、1週間かけて君はレベル上げをした方がいい。レベル上げってどういうこと？星空ユニットコスト40と考えて、全部組めるレベルは200です。200コストを解放するためのレベルは214点。君は今レベルはいくつだい？私のレベルは今179だよくまま。君はそのレベルをその214まで上げなきゃいけない。くま、上げるんだくま。くまま無理だよ、お仕事あったりとかすると無理だよ。ダメくま。君は今日から1週間で35レベル上げなかったら罰ゲームだくま。罰ゲーム？何させる気くまま。私たち友達でしょ。そう、214レベルまで上げられなかったら、もう一回やろう。214レベルまで上げられなかったら、君は嫌いなトマトを食べるくま。トマトなんて食べられないよくまま。無理だよ私には。大丈夫、214レベルまで上げればもったいないことだから。もっと強くなりたいと思わないの？力を手に入れたくないのかい？力、確かに私も強くなりたい。そうだろ、そのためにも今ある最強コンテンツをどん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 クリアしていかなければならない。そう、星野のユニットをフルで使ってでもクリアしなきゃいけないんだ。やっぱりゲームは強さを求めなきゃいけない時も存在するということだね、クママ。そうだ、みそし。というわけで、毎朝というか毎日どのレベルまで上げたか報告してまいります。それでいいかな、クママ。いいよ、みそし、頑張るよ。えいえい、おいやみんな、お待たせ、くままだよ。今日はいそしから例の結果発表が来るよ。半減キャンペーンも終わったことだし、いそしレベル上げちゃんとしてた？まあ言い訳になっちゃうんですけど、半減キャンペーンの時ちょっと本当に仕事が忙しくてあんまりレベルを上げられなかったんだよね。こらー、みそし、そんなの言い訳だ。その中でもみんなレベルを上げてんだ。何やってんだよ。ちなみにレベルはいくつだい？終了した時はこんな感じでした。190でした。頑張ったんだけどな、くまは。こら、みそし。まあみそし今週頑張ってたもんね。許してあげる代わりに例の約束覚えているかい？約束？何だったかな、覚えてないな。ごまかしちゃダメかな、こう取り直してさ、ダメかな。ダメだよみそし、そんなんじゃいろんなみんながっかりするよ。みそしのこと嫌いになっちゃうよ。うん、分かった。やだよ、あー、この食べるのミニトマトだよ、じゃん。ちゃんと食べるんだよ。トマト好きな人が見ていて気持ちのよくなるような食べ方をしなきゃダメだからね。分かったよ。何年ぶりかわからないけど頑張って食べるよ。ニガチャ飲んだり、ビリビリマシンやったり、トマトやった食べたり、
恐ろしい。トマト食べます。一気にかも。食べたら美味しいかもしれない。苦手なピーマンとかナスとかも食べれるようになってきたし、噛みます。いきます、いきます。怖い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 。噛ま、今変な音が聞こえたけども、ピー音ですね。おいしい。皆さん、このコインがこっちに瞬間移動したらチャンネル登録してください。いきます。見てください、皆さん、すごいですよ。テレキネシス、わーすごい、私こんな力があったのなんて、すごいすごいよ。食べたー。味噌汁自身のレベルも5レベルぐらい上がった気がする。大人への階段を上った気がする。お見苦しいものを見せてしまい申し訳ございませんでした。またチャレンジしますよ。ちょっと辛いので飴食べます。飴食べて気持ちを切り替えます。じゃあねー。まだこんなにある。